はい、ご覧いただきどうもありがとうございます。ベーシストの和佐田です。今回は先日レビューをしましたこちらのですね、バッカスの格安フレットレスベースにブラックナイロン弦を貼ってみたので、そのレビューをいたします。このベースはですね、先日新品で購入したものでして、なんと1万8000円ほどという驚きのお値段でございます。ベース本体のレビューは概要欄と上のリンクに入れておきますので、よかったら合わせて見てみてください。でこれにはですね、デフォルトでラウンドワウンドの弦、いわゆるぐるぐる巻いてある巻き弦ですね、それが貼ってありました。でそれはそれでよかったんですが、個人的にはぜひともこのブラックナイロンを貼ってみたいと思いまして、早速試してみた次第でございます。音の方も聞いていただきつつ感想などを語っていきますので、ぜひとも最後までご覧ください。はい、というわけで格安フレットレスにブラックナイロンを貼ってみたレビューでございます。先ほども言いましたが、こちらデフォルトではラウンド弦が貼ってあるんですよね。フレットレスといえば個人的には表面がツルツルのフラットワウンド弦というイメージが強いんですが、これ見た目でもわかるかと思うんですけれども、ミスターフレットレスベーシストのジャコ・パストリアスさんに寄せてあるモデルです。ピックガードなしのサンバーストボディにメタルノブ、この辺りですね。でジャコさんの弦といえばラウンドワウンド弦ということで、このセレクトになっているかと思います。でラウンドはラウンドで個人的には新鮮で良かったんですけれど、ちょうど手元にですね、このフェンダーのブラックナイロン弦がありましたので、これを貼ってみようと思いまして、この弦は以前にレビュー動画で使ったものです。ちなみにその時はフレッテッドのジャズベースに貼りました。この動画も上のリンクと概要欄に入れておきます。でもですね、ブラックナイロンといえばフレットレスみたいなイメージもちょっとあったりしまして、一度試してみたかったんですよね。てなわけでとりあえず貼ってみたら、これがめちゃくちゃかっこいいです。サンバーストにですね、黒い弦ってすごく合いますね。2万円以下の楽器とは思えないかっこよさです。ドーン。このブラックナイロン、見た目もちょっとインパクトがあって好きなんですよね。ちなみにそんなブラックナイロン弦の魅力について熱く語った動画なんていうのもございます。その熱量のおかげか、私のチャンネルの中でもかなりの人気動画になっています。これまた上のリンク概要欄から飛べるようにしておきますので、ぜひチェックをしてみてください。ブラックナイロン弦の基本的なあれこれについても知っていただけるかと思います。それはさておき、何はともあれで、ここらでちょっと音を聞いていただこうと思います。録音環境としましては、ライン直でエフェクトやプラグイン、イコライザーなどは何も使わない素の音です。どうぞ。
感じでした。やっぱり相性がいいなという印象ですね。ジャズベってピックアップのバランス次第でいろんな音の表情が作れるわけなんですが、フレットレスでこういう弦を使うとその表情の変わり方もまた違ってきてとても面白いですね。ブラックナイロンも表面がツルツルでして、いわゆるフラット弦に近い特性なんですが、このフェンダーの弦は結構カリッとした成分があるので、トーンを開き気味にするとしっかり抜けてくる感じですし、トーンを絞ってこもらせると今度はフラット弦っぽいパツッとした圧縮感が出て、それもまた気持ちいいです。編成とか楽曲などシチュエーションによっていろいろ使い分けができて良さそうですね。ちなみにこの弦、先ほどもちらっと言いましたが、フレッテッドのジャズメに貼ってレビューをしまして、そのままリハに持ち出してみたり、しばらく使ってみたりしました。フレッテッドに貼っても独特のニュアンスが出て、それなりに面白いんですけれども、いまいち良さが出づらいと言いますか、ジャズベっぽい音の良さと、ブラックナイロンの良さっていうのがどちらもしっかり活かしきれてない感じがあったんですね。ロック的なバンドサウンドの中だと、音をカチッと固めに作らないと抜けてこないし、そうすると低音感も物足りなくなったりして、やっぱりちょっともったいないという感じでした。やはりこの弦はですね、こういうフレットレスとか、そういう楽器に貼って、もっと静かなアンサンブルの中で使うのが正解なのかなと思います。で、最後にちょっと注意点などをお伝えしておきますと、ブラックナイロンに限らず、ナイロン張りの弦というのは弦アースが取れないのでノイズに弱いという特性があります。今回はそれほど気になりませんでしたが、環境や音作りによっては結構ノイズが出てしまったりするので、そういう場合はピックアップやコントロール部分などに対策を施した方が良いです。それからもう一つ、ブラックナイロン弦というのはテンションが非常に柔らかいという特徴があります。これゲージはですね、4弦が110、1弦が58と一般的なレギュラーゲージのものより一回り太いです。それでも弾いた時のテンションがかなり緩いんですね。なので普通のラウンド弦から張り替えるときはネックへの影響を考えまして、ロッドを緩める方向に回しちゃう必要があります。私も今回45度くらい緩めています。また弦が太いことのもう一つの影響としまして、ここですね、ナットにそのまま弦がはまるかなという心配があったんですが、これはこのままで大丈夫でした。ところがですね、思わぬ落とし穴がありまして、最後まで引っ張るようなことでもないんですが、ここですね、弦のお尻の部分にちょっとした飾り糸みたいな、補強だと思うんですけど、ついてるんですけれども、これのおかげでですね、もともとついていたブリッジの予言がなんと通りませんでした。これがもともとついていたブリッジなんですけれども、この弦を通す穴の部分がなぜかちょっと一般的なものより小さいんですよね。なのでやむなくですね、手元にあったブリッジと付け替えております。着せずしてパーツ交換もしてしまいました。もし同じことをやろうと思っている方がいらっしゃいましたらですね、ブリッジのスペアを用意しておいた方が良さそうです。スタンダードのフェンダータイプのものでしたらまず大丈夫かと思います。はい、というわけで格安フレットレスにブラックナイロン貼ってみたレビューでした。このフレットレス2万円以下なんですけれども、改めて本当に良いです。ちなみにブラックナイロン弦は普通の弦よりもちょっと高くて、このフェンダーのものも、お値段が1セットで5000円ぐらいします。なので4セット買うと本体と大体同じ金額になります。ちょっと驚きですね。それはさておき、2万円以下の楽器の可能性にすっかりハマってしまったわけでございまして、こちら本体の方にももうちょい手を加えていろいろ使っていくつもりでおります。その都度またレビューなどしていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで私の YouTube チャンネルはこんな感じでベースお役立ち情報を発信しております。定期的なアップを心がけておりますので、ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。また動画の方気に入っていただけましたら、高評価ボタンも押していただけると嬉しいです。さらにコメント欄に感想などいただけるとより励みになります。コメント欄では動画のリクエストなども受け付けております。コメントには基本的に全て返信をしておりますので、どしどしお寄せください。それから Twitter やブログでもベース情報の発信をしております。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひとも合わせてチェックをしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。